松山市にある子規記念博物館、正岡子規は、日本の俳人、歌人、国語学研究家、名は常則。幼名は、所之助で、後に、ますと改めた。俳句、短歌、新体詩、小説、評論、随筆など多方面にわたり創作活動を行い、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした、明治を代表する文学者の一人であった。死を迎えるまでの約7年間は結核を患っていた。伊予国温泉郡藤原新町に、松山藩士、正岡常直と八重の間に長男として生まれた。母は、藩の儒者、大原寛山の長女。1872年、幼くして、父が没したために家督を相続し、大原家と叔父の加藤久仲の貢献を受けた。外祖父、寛山の私塾に通って、漢書の素読を習い、翌年には、末広小学校に入学し、後に、勝山学校に転校。少年時代は、漢詩や戯作、軍談、書画などに親しみ、友人と回覧雑誌を作り、詩作会を開いた。また、自由民権運動の影響を受け、政壇にも関心を熱中したという。1880年、旧制松山中学に入学。1883年、同校を中退して上京し、受験勉強のために共立学校に入学。翌年、旧藩士科の旧筆生となり、東大予備門に入学し、常盤会寄宿舎に入った。1890年、帝国大学哲学科に進学したものの、後に文学に興味を持ち、翌年には国文科に転科した。この頃から、子規と号して、句作を行う。松山中、共立学校で同級だった、秋山正幸とは、松山在住時からの友人であり、また共通の友人として、勝田和恵がいた。東大予備門では、夏目漱石、南方熊楠、山田美妙らと同窓。大学中退後、叔父、加藤拓泉の紹介で1892年に、新聞、日本の記者となり、家族を呼び寄せて、文芸活動の拠点とした。1893年に、獺祭笑句俳話を連載し、俳句の革新運動を開始した。1894年夏に、日清戦争が勃発すると、翌1895年4月、近衛師団付きの従軍記者として、遼東半島に渡ったものの、上陸した2日後に下関条約が調印されたため、同年5月、第2軍兵站部軍医部長の森林太郎らに挨拶をして帰国の途に就いた。その戦中で喀血して重体に陥り、神戸病院に入院。7月、須磨保養院で療養した後、松山に帰郷した。喀血したことから、泣いて血を吐くと言われているホトトギスと自分を重ね合わせ、ホトトギスの漢字表記の式を自分の配合とした。1897年に俳句雑誌ホトトギスを創刊し、俳句分類や与謝蕪村などを研究し、俳句の世界に大きく貢献した。漱石の下宿に同宿して過ごし、俳句会などを開いた。短歌においても、歌詠みにあたうる書を新聞、日本に連載。古今集を否定し万葉集を高く評価。根岸短歌会は、後に、伊藤幸男、長津仮説、岡麓らにより、短歌結社、荒らぎへと発展していく。やがて病に伏せつつ、病床六尺を書いたが、これは、少しの干渉も、暗い影もなく、死に臨んだ、自身の肉体と精神を客観視し写生した、優れた人生記録として、現在まで読まれている。同時期に、病床で書かれた、日記、行我満録の原本は、兵庫県芦屋市の虚子記念文学館に収蔵されている。日付は1872年までは、旧暦1883年11月、東京、新橋での記念写真、前列左より、藤野清、安長親の正岡子規、後列左より三波、良、太田少尉、プレイヤー引退直前の1890年3月末に撮影された、ベースボールユニフォーム姿のホトトギス。1899年にこの写真を見ながら、玉と玉を打つ木を手握りてシャツきしみればその時、思えほぬとの短歌をつけた。子規は日本に野球が導入された最初の頃の熱心な選手でもあり、1889年に喀血して辞めるまで続けていた。ポジションは保守であった。子規の最良の理解者であった川藤碧梧桐ですら、彼が他のスポーツには全く関心を示さなかったのに、ベースボールに限って夢中になったことについては理解できないというふうに変態現象と呼んだほどであった。1890年5月17日の一項、ベースボール解体、明治学院白金クラブによるベースボールの試合で、インブリー事件が起こった際の観客の一人でもあった。0から6と1項が大差をつけられた6回に事件が起こり、試合は中止となった。同年5月の筆任せ第3の巻に1項の負け方が見苦しいと書き記している。18日学校と明治学院とのベースボールマッチありと聞きてゆきてみる。第4イニングの終わりに学校は24ほど負けたあり。その負け方、見苦しき至りなり。折から明治学院の教師、インブリー氏学校の垣を越えて入り来たりしかば、交渉台に起こりこれを長着し負傷せしめたり、明治学院のチャンピオンにも負傷ありければ、マッチは中止となりたり、自身の幼名である、将にちなんで、野球という画語を用いたこともある。これは、中馬光がベースボールを野球と翻訳した4年前の1890年だが、読み方こそは異なるが、野球という表記を最初に発案した。ただしこれは野球に対する訳語ではなく、あくまで自身の画号として使っていたものである。実際1896年7月27日付で、新聞、日本に掲載された随筆記事によると、ベースボール未だかつて訳語あらず、今ここに挙げたる訳語は、我の創意にかかる。訳語妥当ならざるは自らこれを知るといえども創卒の、際改ざんするによしなし。君子考に生をたまえ。とあり、バッター、ランナー、フォアボール、ストレート、フライボール、ショートストップなどの外来語に対して、打者、走者、四球、直球、飛球、短射という翻訳案を創作して提示しているが、ベースボールに対する訳語は提示されていない。また、まり投げてみたき広場や春の草、9つの日と9つの場を占めて、ベースボールの始まらんとすなどと野球に、関係のある句や歌を詠むなどしており、文学を通じて野球の普及に貢献したと言える。これらのことが評価されホトトギスは2002年、野球殿堂入りを果たした。ちなみに、正岡子規の出身である愛媛県には、子規の野球好きにちなんで、野球資料館のボールミュージアムがオープンしている。画号のホトトギスとは、ホトトギスの衣装で、結核を病み喀血した。自分自身を血を吐くまで泣くと言われるホトトギスに例えたものである。また別号として、獺祭症苦主人、竹の里人、幸運、痴風症、落ち所之助なども用いた。獺祭症苦主人のカワウソとはカワウソのことである。これは、霊気が月両辺に見える獺祭魚なる一文を語源とする。かつて、中国において、カワウソは捕らえた魚を並べてから食べる習性があり、その様はまるで人が祭祀を行い、天に供物を捧げる時のようであると信じられていた。カワウソですら祭祀を行う、言わんや人間王やというわけである。そして、後世、当代の大詩人である、李商隱は尊敬する詩人の作品を短冊に書き、左右に並べ散らしながら、思想にふけったため、短冊の並ぶ様を、先の、霊気の故事になぞらえ、自らを、獺祭魚庵と、こうした。ここから、獺祭魚には、書物の散らかる様という意味が転じる。獺祭症苦主人という項は単に、書物が散らかった部屋の主人という意味ではなく、李商隱のごとく巧妙な詩人たらんとする、ホトトギスの気概の表れである。描画の枕元に資料を多く置いて、カワウソのようだと言ったわけである。その他、随筆、筆任せの画号にて、自身が54種類の号を用いていることを示し、さらに多くのペンネームが用いられているとされる。上述の野球もこの中に含まれる。子規が晩年の1900年に描いた自画像を喀血した自身をホトトギスになぞらえて子規と合したことに象徴されるように、子規の文学はその病と切っても切り離せないものであった。母八重の回想では、乳児の頃のホトトギスは、顔が異常に丸く、見苦しく、鼻も低かった。体質虚弱で背も低く、内向的だったことからよくいじめられていたという。式が最初に確結したのは、1888年8月の鎌倉旅行の最中であった。式本人は、翌1889年4月の水戸への旅行を、旅行の半年後に、病の原因と書いている。5月には、大喀血をし、医師に、肺結核と診断される。当時結核は、不治の病とみなされており、この診断を受けた者は、必然的に死を意識せざるを得なかった。この時式は、ホトトギスの句を作り、初めてホトトギスの号を用いるようになった。式の病を大きく進行させたのは、日清戦争への記者としての従軍であった。1895年5月、帰国途上の船中で大喀血して、重体となり、そのまま神戸で入院。妻で保養した後松山に帰郷し、当時松山中学校に赴任していた、親友、夏目漱石の下宿で静養した。この年10月に再上京する途上の頃より腰痛で、歩行に困難をきたすようになり、当初は、リウマチと考えていたが、翌1896年、結核菌が脊椎を侵し脊椎カリエスを発症していると診断される。以後床に伏す日が多くなり、数度の手術も受けたが病状は好転せず、やがて臀部や背中に穴が開き膿が流れ出るようになった。歩行不能になった後も折々は人力車で外出もしていたが、1899年夏頃、以後は座ることさえ困難になった。この頃からホトトギスは約3年間ほぼ寝たきりで、寝返りも打てないほどの苦痛を麻痺剤で和らげながら、俳句、短歌、随筆を書き続け、また病床を訪れた、高浜虚子、川藤碧梧桐、伊藤幸男、長塚節ら後進の指導をし続けた。碧梧桐は、暑さに参る、寝たきりの師匠に、手動の扇風機を作ったと言われている。式は、それを、風板と名付け喜び、季語にならぬかと考えたとも言われている。松山を代表する俳句短歌随想、日記式三部作とされ、一冊本が、講談社学術文庫で、刊行監視以下の文献は、近年の研究、正岡式家の系図は式から遡って8代前まで分かっている。初代は、法名以外不明。寺地義久は、今治の手代。寺地正十は、今治橋浜の手代で、後に、正岡姓を名乗る。正岡常虎は、風早軍の元締め。中三郎が養子となって間もない頃の写真。左より、立、中三郎、80、現祖父、正岡常一は慶上がり戦総室に入門し、茶人となる。式は、現祖父、常一について、世が、現祖父は、正岡一歩というてお茶坊主の役をした、真引、王が、正月礼に、まはる時には必ず一種の完売を袖にして、のどかな春でございますと言いたまいしとか。またかつて、五右衛門風呂を木炭にて沸かしその湯に入りで、焚木にて沸かせしとは入り心地が違う、と言いたまいしと。洒落の風、思い見るべしと書いている。曽祖父、正岡常部は、鎖鎌の名手。父、正岡常直は、上武氏の孫養子でお馬回りの下級武士。式は父、上直について、父は武術にも長けたまわず。さりとて学問とても子宮は、ざりしごとく、剣湯と書いている。妹の律は、叔父、加藤久志中の三男、中三郎を養子として、正岡家を継がせた。梅出堂勧善上門義久正十、上虎常一、上武氏、上直常則律中三郎、正岡常直、正岡常則、加藤重隆、大原有常律、八重、加藤常忠、正岡中三郎、歌原逍遥十、正岡弘、正岡明、野上俊夫綾、講談社は、1975年4月から、式全集の配本を始めるに際し、1974年7月から、プロジェクトチーム、式全集編集部を作り、編集作業を開始した。この時、式の俳句に、枝野語を使った句が5つあることが分かったため、1975年1月、編集担当者が、大阪の部落解放同盟本部へ赴いて協議した。その結果、次の条件で折り合いがついた。そして監修人4人の中には、部落解放同盟に近い立場の詩人ぬ、山、広が加えられた。通常の監修料は、有名人でも数万円が相場であるところ、ブラック海報同盟には巨額の監修料が支払われたと言われる。講談社によるこの措置については、当時ブラック海報同盟による球団の嵐が吹き荒れていた中、球団の動きを事前に回避して、金で解決するならという大出版社本らしい発想の存在を指摘する声もある。短い生涯において、俳句、短歌の改革運動を成し遂げた子規は、近現代文学における短詩型文学の方向を位置づけた改革者として高く評価されている。俳句においては、いわゆる月並み俳諧の陳腐を否定し、松尾芭蕉の詩情を高く評価する一方、江戸期の文献をなどって、与謝蕪村のように忘れられていた俳人を発掘するなどの功績が見られる。またヨーロッパにおける19世紀自然主義の影響を受けて、写生、写実による現実密着型の生活営を主張したことが、俳句における新たな市場を開拓するに至った。その一方で、その廃論、実作においては、以下のような課題も指摘されている、などは、近代俳句に大きな弊害を与えていると考える向きもある。俳句におけるホトトギスの後継者である、高浜虚子は、子規の写生の主張も受け継いだが、それを客観写生から、花鳥風営へと方向転換していった。これは子規による近代化と江戸俳諧への回帰を折衷させた主張であると見ることもできる。短歌においては子規の果たした役割は未作よりも歌論において大きい。当初俳句に大いなる情熱を注いだ子規は短歌についてはごく大まかな概論的批評を残す時間しか与えられていなかった。彼の著作のうち短歌に最も大きな影響を与えた、歌詠みにあたうる書がそれである。歌詠みにあたうる書における歌論は、俳句のそれと同様、写生、写実による現実密着型の生活営の重視と、万葉集の称揚、古今集の否定に重点が置かれている。特に古今集に対する全面否定には、拒否感を示す文学者が多いが、明治という疾風怒涛の時代の落とし子として、その主張は肯定できるものが多い。子規の理論には文学を豊かに育てていく方向へは向かいにくい部分もあるという批判もあるが、写生は明治という近代主義とも重なった主張であった。今でも否定できない俳句観である。日本語三文の成立における子規の果たした役割はすこぶる大きいとされる。また、あまり知られていないが漢詩作者としても著名である。鈴木虎雄が子規の漢詩を漱石の漢詩よりも評価していたことを弟子の吉川幸次郎が回想している。ありがとうございます。